分類されるカエル。日本固有種体長オス7から、12. 1 2 1センチメートル、メス8.8から1 6 8センチメートル。皮膚にはイボ状の突起がある。体色は緑褐色や黒褐色で赤や大々の斑紋が入る個体もいる。赤い斑紋が確認できる個体。鼓膜は小型で不明瞭。四肢は長い。後の間にはやや水かきが発達する。妖精は 後期が大型で吸盤状になり、流水でも流されないよう適応している。オスは繁殖期になると、イボ状の突起が消失する。ヘモグロビンの電気泳動法による解析では、解析結果が日本引きえるとは、類似するもののヨーロッパ引きえるとは、系統が異なると推定されている。タイプ標本は、奈良県大台ヶ原さんで、大阪市立自然史博物館に保存。 人工的に近縁の日本ヒキガイル、アズマヒキガイルとの間に人性のある雑種ができる。自然家ではごく一部地域でアズマヒキガイルとの雑種が知られている。これは生息環境の破壊等によりアズマヒキガイルの繁殖地が本種と重なった結果だと言われている。しかし、通常この2種は同所には生息しておらず、生殖隔離はほぼ完全なため、 アッシュではなく別種として扱うのが適当とされている。標高50から1700メートルにある渓流の周辺に生息する。繁殖期は4から5月。繁殖の後に1ヶ月ほどの春眠に入る。の後木の上に登ることもある。植生は動物食で昆虫、節足動物、ミミズなどを食べる。繁殖形態は乱生。4から5月に 渓流のみなに、紐状の卵塊に包まれた約2500個の卵を、産む。ありがとうございます。